どうも皆さん、いつもお世話になっております、部員のキューキット佐藤こと佐藤ピリオドです。本日はですね、私の方がワンフェスで買ったですね、こちらプレッサーの、バックグラウンドシリーズの壊れたビル、こちらをですね、まあ、せっかくワンフェスで買ったっていうのもありますし、ちょっとね形的にも可愛らしいですし、まあ、ちょっとディティールウェザリングだったりちょっとね、細かくまたさらにグレードアップしたいなと思いますので、これを今日は作っていきたいと思います。さあ、それでは早速中を開けていきたいと思います。こんな感じになってますね。裏にはこんな感じで書いてあります。ここに説明書があってね、まあ、非常に内容としては多分簡単な内容だと思います。お、なるほどね。おお、細かい。すごい。あ、なんか、え？もう取れてる感じのやつ、大丈夫か、これ。すげえ不安だぞ。取っとこう。もうすでにね、1個部品、パーツが折れてる可能性があるものがあったんで、これ取っときます。もしかしたらね。ランナーがない感じですね。なるほど。で、これが地面ですね。はい、こういう感じですね。ここに、あ、なるほど。ここに番号がね振ってありますわ。1、2、3、4がない。4どこ？これ外壁、外壁、外壁。4いらんのかな。1、2、3、5。ああまだありました。すいません、まだまだ。6、4。あ、4、5、6ですね。こういう感じ。ああ、よかった。で、1から2からですね。2から、こうかな。これだ、折れてる。あぶねー。よかった、やっぱり折れてた。早速ね接着しちゃいましょう。修復できました。念のために硬化スプレーも振っといて。よし、ちょっと待ちます。まあこういう感じで作っていくわけなんですけども、まあこのね床、言ったら、フロアの床がここになるんですけど、ここは正直そんなにディティールも別にする必要はない。やっぱ大事なのは外壁でございます。ちょっとね筋彫りをもうちょっと増やしたりとか、削って、外壁むき出しにしてみたりとか、いろいろちょっと自由に遊べる回なので、ちょっと遊んでいきたいと思います。なんとなく当たりを取っときたいですよね。鉛筆でなんとなく当たりを
ここはもう昔アニメーターだった本領発揮でございます。私のこういうことなのね。逆だった。多分。こうか。どっちが上なのか。こっちが下ですね。だからこういう感じ。どうでしょう。ちょっとね、線を増やしました。いい感じですね。さあ一面だけですけども、こんな感じにしてみました。だいぶね、重装だったりとか瓦礫の爆破での崩れですねとかも、できるだけ再現できたかなと思います。いろんな面を引き続きこうやって作業していきたいと思います。さあ、とりあえずですね、外装の、ディティールアップ、ちょっとねこれは後ろなんでそんなに攻撃を食らってないということでひび割れだけにしてます。で、こことここはねこう重なるので、こうかな、こうなるので、ここはだいぶ激しめにやってます。これはこことの側頭なの、側部なので、ちょっとゆっくり、ちょっとだけ銃口、弾が当たったりとかね、そんな感じでやってます。これを、今からですね、せっかくなんでケープ塗装して、ちょっとこうやって削っていこうかなと思いますんで、塗装していきたいと思います。さあということで、下地にグレーを拭いて、その後、ケープを拭いて、こちらの黄土色をね拭いてきました。今からカリカリ削って、下地が見える感じにしていきたいと思います。こんな感じでこれが合わさります。さあ今、カリ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 削っているんですけども、この爪楊枝をねこのリューターのやつにつけてね、こう平らにまっすぐやってやると結構といい感じに取れるんで、これは結構自分の中でいい、皆様やってる可能性はめちゃくちゃありますけど、いいこうねハゲ感になるんですよね。このもうめちゃくちゃ平らで当てる感じですね。こうね、はい。
どうでしょう、いいですよね。ね、いいですね、すごくいいと思います。これを、引き続きやっていきたいと思います。さあ、とりあえず剥がしの方が終了しました。こんな感じです。あ、いいですね、いい感じですね。ちゃんとコンクリートが抜き出しになってる感じがあります。で、こっからですね、せっかくなんでちょっとウェザリングでいろんな色でちょっと汚して、完成となります。もうちょっとだけ、お楽しみしたいと思います。さあ、ワンフェスで買いましたプレッサーのバックグラウンドシリーズ、壊れたビル4、すべての塗装も終了しましたので、見ていきたいと思います。この形がこうなりました。あ、いいですね、いい銃弾の感じも出てますし、ね、このつなぎの感じとかもいいと思います。このハゲ感もね、すごく楽しめましたね。だいぶ遊びました。ワクワクが止まりませんでした。いいボロ感も出ましたね。いや、良かったと思います。写真でもね、見たいと思うでしょうから、写真の方もご覧ください。どうぞ。さあ、いかがだったでしょうか。すごくね、この元々の形自体がとてもいいんですけど、どうしてもね、金型でこの割と綺麗な形にね、こうカッティングされてしまってるので、そこをリューターでね、こうガリガリに削ることによってより、瓦礫感が出ます。ここも全部削りました。こういうことをするとね、また楽しいですし、こういう重装とかも作ってもね、ワクワクしましたんで、ぜひ皆さんもやってみてください。以上、佐藤ピリオドのワンフェスのこちら、プレッサーの壊れたビル4でした。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。